はいどうも、マンスリー月のマジック4月号でございます。はい、今回も、3月、1ヶ月振り返っていきたいと思います。それではご覧ください。はい、3月を振り返る前にですね、お気づきの方いるかどうかわかんないですが、オープニングですね、ちょっと変えてみました。まあ映像は変わってないんですけど、音をですね、とりあえずギターを弾いてみたということで、まあふとねちょっとね思いついたんで、やってみたぐらいな感じなんですけどね。まあね、あの曲はもうそれこそね、我々の世代、もう昭和生まれ世代はね、大体知っていると。いう、T スクエアというバンドのトゥルースという曲なんですけど、もともとね、あの F1 グランプリ、あの車のね、カーレースのね、F1 グランプリの、オープニングテーマだったと記憶しております。なので、オープニングには最適かなということで、ふとね、やろうかなと思ったんでやったんですけど、そのついでにね、どうせだったらエンディングもなんか変えようかななんていうふうに思ってたんですが、これといってなんかエンディングこれがいいなっていう、こう思い浮かばず、今まで来てるので、エンディングは何もしておりません。はい。オープニングだけ変えたということで、どっかのタイミングでなんか、これやろうかななんていうふうに思った時にエンディングを変えていこうかななんていうふうに思っております。はい、ということで、3月なんですが、3月いろいろありましたよね。それこそ、ニュース的にはね、もう WBC、ワールドベースボールクラシックですよね。もう記憶に新しい。日本優勝しましたね、アメリカに勝ってね。大谷翔平選手、MVP 取りました。打つ方も投げる方も大活躍でした。ね、最後のね、あの三振を取って優勝を決めたシーンなんていうのはね、それこそ、もちろんね、今年1年の中でも、もうハイライトの映像だと思うんですが、おそらくね、もうこの先何年もあの映像を見ることになると思います。それぐらい、素晴らしい瞬間だったんではないかと思います。ですので、それこそね、大谷翔平、誰それみたいな人もいるかもしれないんですが、それこそね、野球に興味がない人とか、もうスポーツそのものに興味がないっていう人もいると思うんで、ひょっとしたら知らない人いるかもしれないんですが、大谷翔平選手、これ教科書に載るような人ですかね。もう教科書にね、載ることが決定しているんですね。はい。ですので、もう好き嫌い関係なく、ちょっと知識としては持っててほしいので、今回 WBC 優勝 MVP ということなんですが、この先もね、おそらく、健康状態を保てれば、もっとね、いろいろなこう業績をね、積み重ねていく人だと思うんで、その動向はね、ぜひとも注目してほしいなというふうに思っております。はい、3月他にもね、いろいろあるんですが、個人的に注目しているのは、アメリカのね、大学バスケなんですね。NCAA トーナメントというのがありまして、大学選手権みたいな感じですね、があるんですけども、これがですね、別名マーチマッドネスという別名がついてますね。マーチは3月ですね。マッドネスっていうのはこう熱狂みたいな意味なんですね。ですので3月にあるこの熱狂的なものみたいなね、大会っていう意味でマーチマッドネスというね、異名がついてるぐらいめちゃめちゃ盛り上がる大会なんですが、これがね、これ撮影時点でちょっとね、優勝校が決まってないんですけども、実は大波乱でして、もう上位シード校が軒並み敗れていくというね、これ上位シード校にね、こうやっぱり有力なね、選手が固まってるんで、いずれね、後々 NBA でプレーするかもしれないっていう選手をね、こう見れなくなるっていうのがちょっと寂しいっちゃ寂しいんですけどもね、ゲーム自体はね、やっぱりね、面白いんですよ。はい。
まあね、その下位シードチームがね、どんだけこうね、上位シード食って勝ち上がっていくのかみたいなね、そういう面白さっていうのもね、またあるんで、このマーチマラドンですね、どうなるかというのは、個人的には注目しております。はい、ということでね、ちょっとスポーツの話ばっかりしてしまったんですが、まあ、3月といえばやっぱりね、塾的にはこう合格発表があり、公立高校のね、それから卒業式がありという1ヶ月でしたね。まあ、合格発表については、これはちょっと時事問題解説の中でも少し触れたんですが、まあ、非常にいい結果が出たということで、まあ、これに関しては良かったと、そういう状態で、まあ、卒業式を迎えることができました。はい。まあ、卒業式についてはですね、まあ、実際こう出ることができないんで、まあ、何とも言えないですね。まあ、もう本当に、ああ、おめでとうって思ってるぐらいな感じ、なんですけどね。まあね、まあ、生徒たちにとっては、まあ、大きな一区切りついたんじゃないでしょうか。はい。ということでね、まあ、この動画がアップされる頃にはもうね、新高校1年生という身分になってる、ので、まあ、ひょっとしたら入学おめでとうございますになってるかもしれないですね。はい。まあ、そんな3月はですね、まあ、卒業があれば新しく始まるものもあるということで、塾的にはもう3月入ったら即新年度、まあ、新学年での授業がスタートしたということになります。まあ、学校は4月から新学期、ね、新学年での授業ですけど、塾は1ヶ月早いんですね。はい。で、このね、3月とそれから春休みですね、を使って、まあ、基本的にはできるだけこう先取りをしていく。はい。1学期の内容をね、ガンガン先取りしていくという授業スタイルになってますね。特に中3はね、学装最後の大会が控えてますんでね、6月に。どうしてもね、こう勉強にかける比重がこう軽くなりがち、なので、今のうちに貯金をね、ガンガン作っといて、1学期をね、こう乗り切ってもらおうということで先取り授業をしております。はい、ということで3月1ヶ月振り返ってきました。もうね、こう気温がね、だいぶ上がってきて過ごしやすい日増えてきましたね。もう暖房を使うこともほとんどありませんし、コロナもね、落ち着いてきて、こう外に、出れると、しかもね、マスク着用も自己判断でなんていう風にしてね、こう外に出れるような環境になってきてるんですが、いかんせんね、花粉症を持ちなんで、外に出たら花粉があるからな、なんか嫌だなとか、外に出るときはもうマスクがっつり着用しないと嫌だなみたいなね、せっかくこう環境的にはね、こう外にアクティブにっていう流れになってきてるのに、花粉症持ちの人をね、それに逆行してるみたいな感じで、若干残念な思いをしてるわけなんですが、まあね、花粉症持ちの人共感してもらえるんじゃないかと思いますが、まあね、まあ、ゴールデンウィークの頃にはね、もう花粉、収まってくれればいいななんていうふうにね、思っております。そうじゃないと大変なんでね。はい、ということで、マンスリー月の軸4月号でございました。ご視聴ありがとうございました。